今回の事故の原因どういうところにあったんでしょうか。あここからは危機管理や群衆心理に詳しい日本大学の福田光教授に話を聞いていきます。福田さんよろしくお願いいたします。まあそこまでなぜ密集をしてしまったのかということがまず疑問なんですけれども、福田さんまず率直に今回の事故どんな風に感じられますか。はい、あの非常に痛ましい大変な事故だと思います。はい あのしかしながらその日本でもです、ね、いつどこで起きてもおかしくない、まあ、事故なんだろうというふうに思いますし、うんうん、そしてまたまあ韓国ではあのこのハロウィンのイベントで,です、ねはい、こういうような事故が起こり得るというリスク認知がやっぱり十分でなかったで事前に事故が想定できなかったとっいうことが原因の一つななんではいいかと思います、はい、さあそれでは今回の事故を改めて見て見いきましょう、はい、現場はソウルの繁華街、イテウォンですね。 南に先ほど中継でも出ましたけれどもイテボンの地下鉄の駅がありますその南側のこの道1本、北に入ったところこちらがですね飲食店が立ち並ぶワールドフードストリートというこちらの道でですねでこの2つの道を結んでいるのが現場となったあの狭い道ですね。こちら拡大しましまた道幅はメートル という狭さ、そして坂の長さなんですよ。まあ、なだらかな坂になってるんですけれども、え、40メートル続きます。で、左側は飲食店があります。で、右側の中間で壁と言ってましたけど、これホテルの壁ということになっています。で、このなだらかな坂にですね、え、人が密集した状況を再現しました。渡辺さんどうでしょうか。はい。 こちらは現場の通りを一部再現したものです道路の幅や、えー、傾斜はほぼ同じものになっています、えー、こちらですね今私ここにいてですね非常に圧迫感を感じています傾斜はそこまでではないんですけれどもこれだけ多くの人に囲まれていると非常に圧迫感が強いなという印象です私156センチなんですけれどもこれだけ 高身長の人に囲まれてしまいますとえ右も前もえそして左も様子を見ることができませんえそして後ろを振り返るのもなかなか難しいというような状態ですそして足元を見ようとしてでもですね下が見ることができないというようなそんな状態になっています でですので前の人が倒れてしまったり後ろから人が倒れてきてしまうそんなようなことがあると自分もバランスを保てなくなってしまうそんな恐怖を感じます福田さん、まさに圧迫感恐怖心という言葉が出てきましたけれどもこの事故、何が引き金になったと考えられそうですかまずはやっぱり第一にですねそもそも異常な過密空間ができてしまったということがポイントだと思います。はい でさらにその中であの今見ていただいたような群衆がですね、歩いている状態でこの過密空間で足元が見えない状態の場合にはあの誰かが転んでもわからないんですねひょっとしたら1人目の人が転んだかもしれないでその1人目にあの後ろにいる人がですね、気づかずにそのままあの足をつまずいてしまって転んでしまうでさらにその後ろの人がですね、転んだ人に覆、えっと、いかぶさって転んでしまうという風にですね、これ逆ドミノ現象みたいにですね、後ろの方に後ろの方に あの倒れ込む人たちが広がっていくっていうことがあの起きた可能性もあると思いますし、他にもですね、あの全く前に進めないような状況で、人が動いてなくてもですね、あの異常な過密空間が発生すれば、あの群衆なだれという現象が起きるわけですね。群衆なだれ。群集なだですね。例えばあの満員電車でもですね、超満員の場合には。 もう自分の力で立っていられないような状況が発生してあの体と体他の人に挟まれてなんとかバランス保っているような状態それをお互いにもたれ合っている状態が何かのバランスが崩れたことによって崩れ合うことによって群衆雪れが起きるという現象が。あの 発生し得る状況だと思いまするほどそれからちょっとあの人の,この流れですね動きというのもちょっとお伺いしたいんですけれども、えー、こちらの画像で見てみますとこの向こう側、奥がですねこれ伊泰本の駅から坂を、うん、上ってくる方なんですけれども人の顔がこちらを向いているので、えー、まあこちらにこう上ってこようとする人もいる、うん、そして、こちらはあのフードストリートの方ですけれども、うん、背中が見えていますので、まあ、坂をこう下ろうとしている。まあ ちょうどこのあたりでまあ何かぶつかって流れがぶつかっているうに見えるんですけれども、先生このあたりのこう事故の原因というふうに考えられるんでしょうか、うん。そうですね。あの上りの場合には歩くスピードが遅くなるんですね。これ車の渋滞もやっぱり上りで発生しやすいんですけど、逆に下りの場合にはあの歩くスピードが速くなります。はい、つまり降りてくるスピードと上りであの遅くなる、うん、遅くなることで滞留した。 上りの,あの塊とですね、うん、その降りてくる人たちがうまく交差できなくなって、うん、その坂の途中で強くぶつかり合ってそこで強い圧力が発生して群衆のあたりが起きたという可能性も考えられるかと思います。うん まあその当局はこうしたことが起こり得るんだというそのリスク認知がそもそもも欠けていたのではないかというご指摘もありましたけれどもしかし、それにしても,もう素早い対応というのは求められたのではないかと思うんですけれどもどもううでしょうかそうですね。本来、予定されたそのコンサートとかスポーツイベントですと事前準備とかです、ね、計画ができるんですけどこういうのってやっぱり自然発生する群衆にはです、ねはい、事前の警備計画ってなかなか難しい。はい、だけど想定外を作らずに あのやはりハロウィンだったらこういうことが起こり得るという想定がやっぱり大事だったんだろうと思いますしそうなると自治体や警察がですねやっぱりその警備する際に事前に注意喚起して人々にリスクを知らせることが大事ですしまた、あの警備でですね一方通行の道を増やしてそしてあの人の流れを良くするもしくは分散させるということによってあのこういった群衆雪崩とかですねあの過密空間を避けるということが本来の,その事故を回避する危機管理では重要になってくると思います。 テレビ朝日夜のニュース番組をスマホでも TVer で生配信しています。